こんにちは。今日の講義は書籍膝痛変形性膝関節症膝の名医15人が教える最高の治し方大全、聞きたくても聞けなかった137問に専門医が本音で回答です。この書籍は膝の痛みに悩む多くの方々にとってまさに救いの一冊と言えるでしょう。変形性膝関節症を中心に膝の痛みに関する様々な疑問や悩みに対して15人もの専門医が詳しく回答しています。特筆すべきは単なる症状の説明だけでなく実際の治療法や日常生活での対処法まで幅広くカバーしている点です。本書の内容は非常に充実しており、まず変形性膝関節症について詳しく解説しています。この病気が膝痛の原因の8割以上を占めるという事実は多くの読者にとって驚きかもしれません。患者数が推計3000万人にも及ぶという統計も示されており、この問題の深刻さがよくわかります。続いて変形性膝関節症の症状や進行過程について説明があります。年齢とともに罹患リスクが高まることや一般的な薬物治療では一時的な痛みの軽減しか得られないことなど重要なポイントがわかりやすく解説されています。本書の特徴的な点は137もの質問に対して専門医が回答している形式です。これらの質問は患者さんが実際に抱えている疑問や不安を反映しています。例えば鎮痛薬を飲んでもすぐに痛みが戻るのはなぜ、膝の水を抜いても再び溜まるのは正常、手術をすれば完治するの、といった切実な疑問に専門医が丁寧に答えています。変形性膝関節症の治療法についても詳しく解説されています。薬物治療、注射療法、運動療法、装具療法、そして手術療法まで様々な選択肢が提示されています。特に注目すべきは完治に必要な運動療法についての詳細な説明です。多くの患者さんが悩むどのような運動をすればいいのか、運動によって症状が悪化しないかといった疑問に対して具体的なアドバイスが提供されています。また本書は変形性膝関節症以外の膝痛を引き起こす疾患についても触れています。これにより読者は自分の膝痛の原因を特定するための手がかりを得ることができます。さらに日常生活でのセルフケア方法についても詳しく解説されており、痛みの軽減や予防に役立つ情報が満載です。本書の構成は非常に読みやすく、各質問とその回答が明確に区分けされています。専門用語も適切に解説されているため医学の知識がない方でも理解しやすいでしょう。またイラストや図表も効果的に使用されており、複雑な内容も視覚的に理解できるよう工夫されています。本書の特筆すべき点として15人もの専門医が執筆に参加していることが挙げられます。これにより様々な視点からの意見や最新の治療法に関する情報が得られます。また本音で回答というタイトルにもあるように、医師たちは従来の常識にとらわれず率直な意見を述べています。これは患者さんにとって非常に価値のある情報となるでしょう。本書は膝痛に悩む方々だけでなく、その家族や介護者にとっても有用な情報源となります。膝痛の原因や治療法を理解することで適切なサポートや対応が可能になるからです。また予防的な観点からも膝痛のリスクがある方々にとって参考になる情報が多く含まれています。本書の内容は単に医学的な知識を提供するだけでなく、患者さんの生活の質の向上を目指しています。痛みの軽減や日常生活の改善方法、さらには心理的なサポートに関する情報まで総合的なアプローチが取られています。これは膝痛が単なる身体的な問題ではなく生活全般に影響を与える問題であることを認識しているからこそ可能な構成と言えるでしょう。本書は医療の専門家による監修を受けているため信頼性の高い情報源として位置づけられます。しかし個々の症状や状況は異なるため、本書の情報を参考にしつつも必要に応じて医療機関を受診することの重要性も強調されています。この書籍では変形性膝関節症の治療法について詳しく解説されています。特に注目すべきは薬物療法だけでなく様々な治療アプローチが紹介されている点です。例えばヒアルロン酸注射療法は関節内の潤滑機能を改善し痛みを軽減する効果があるとされています。
また、プラズマリッチプラズマ療法という最新の治療法も紹介されており、事故の血液から抽出した成長因子を関節内に注入することで、軟骨の再生を促進する可能性があるとのことです。運動療法についても、具体的なエクササイズの方法が詳細に説明されています。特に、大腿四頭筋の強化が重要とされ、椅子に座った状態での足上げ運動や、壁に背中をつけてのスクワットなど、自宅でも簡単に行える運動が紹介されています。これらの運動は、膝周りの筋肉を強化し、関節への負担を軽減する効果があるとされています。また、日常生活での注意点も細かく解説されています。例えば、正座や長時間の立ち仕事を避けること、階段の上り下りの際の正しい姿勢、適切な靴の選び方などが具体的に示されています。さらに、食事療法についても触れられており、抗炎症作用のある食品や、軟骨の再生を助ける栄養素を含む食材のリストが提供されています。興味深いのは、補完代替療法についての記述です。鍼灸やマッサージ、温泉療法などの効果についても言及されており、これらの療法が痛みの軽減や血行促進に役立つ可能性があることが示されています。ただし、これらの療法を受ける際の注意点や、医師との相談の必要性についても明記されています。本書では、手術療法についても詳しく解説されています。人工関節置換術や関節鏡視下手術など、様々な手術法の特徴や適用、リスクについて、分かりやすく説明されています。特に、手術を検討する際のチェックリストや、手術後のリハビリテーションについての情報は、患者さんにとって非常に有用でしょう。さらに、最新の再生医療技術についても触れられています。幹細胞を用いた治療法や、軟骨再生技術など、将来的に期待される治療法についての解説もあります。これらの情報は、変形性膝関節症の治療の未来を垣間見ることができ、患者さんに希望を与えるものとなっています。本書の特徴的な点として、患者さんの体験談が随所に挿入されていることが挙げられます。これらの体験談は、同じ悩みを抱える読者に共感を与え、また、実際の治療効果や生活の変化を知ることができる貴重な情報源となっています。本書では、変形性膝関節症の予防法についても詳しく解説されています。日常生活での心がけとして、適度な運動と休息のバランスを保つことの重要性が強調されています。具体的には、ウォーキングやサイクリングなどの低衝撃の有酸素運動が推奨されており、その際の正しい姿勢や歩き方についても図解付きで説明されています。また、肥満が変形性膝関節症のリスクを高めることから、適切な体重管理の方法についても触れられています。具体的な食事メニューやカロリー計算の仕方なども紹介されており、読者が実践しやすいよう工夫されています。興味深いのは、靴の選び方に関する詳細な解説です。膝への負担を軽減するための靴の特徴や、靴底の形状、クッション性など、選ぶ際のポイントが細かく説明されています。さらに、家庭でできる簡単な膝のセルフチェック方法も紹介されており、早期発見、早期治療の重要性が強調されています。本書では、膝痛と関連する他の症状についても言及されています。例えば、腰痛や股関節痛との関連性や、これらの症状が合併した場合の対処法などが解説されています。また、膝痛が及ぼす心理的影響についても触れられており、痛みによるストレスや不安への対処法、さらには家族のサポートの重要性についても詳しく説明されています。変形性膝関節症の患者さんにとって重要な日常生活の工夫についても、本書では多くのページが割かれています。例えば、和式トイレの使い方や、布団の上げ下ろしの方法、車の乗り降りの際のコツなど、具体的な場面での対処法が写真やイラスト付きで紹介されています。これらの情報は、患者さんの生活の質を向上させる上で非常に有用です。また、本書では季節ごとの膝痛対策についても言及されています。寒い季節には関節が硬くなりやすいため、暖かい服装や入浴法、室内での運動方法などが紹介されています。一方、暑い季節には水中運動やストレッチの方法が詳しく解説されており、
年間を通じて膝の健康を維持するための工夫が盛り込まれています。さらに本書では最新の医療技術についても触れられています。例えば人工知能を活用した診断支援システムや3次元プリンターを用いた人工関節の製作など最先端の技術が変形性膝関節症の診断や治療にどのように応用されているかが解説されています。これらの情報は将来の治療法の可能性を示唆しており患者さんに希望を与えるものとなっています。関節の健康を維持することは私たちの日常生活の質を大きく左右します。特に体重を支える重要な役割を果たす膝関節は日々の活動に欠かせない部位です。しかし加齢や過度の使用により膝関節の軟骨が徐々に摩耗していくことがあります。この状態が進行すると歩行や階段の上り下りなど基本的な動作にも支障をきたす可能性があります。膝関節の健康を守るためには日々の生活習慣が非常に重要です。例えば適度な運動は関節の柔軟性を保ち周囲の筋肉を強化するのに役立ちます。ただしここでいう適度な運動とは関節に過度の負担をかけないものを指します。水中ウォーキングやサイクリングなどの低衝撃の運動が特におすすめです。これらの運動は関節への負担を最小限に抑えつつ全身の筋力を向上させる効果があります。また食生活も関節の健康に大きな影響を与えます。例えばオメガ3脂肪酸を多く含む食品は関節の炎症を抑える効果があると言われています。鮭やマグロなどの魚類、アマニ油、クルミなどがオメガ3脂肪酸の良い供給源となります。さらにビタミン C やビタミン E などの抗酸化物質も関節の健康維持に役立ちます。これらは柑橘類や緑黄色野菜、ナッツ類などに多く含まれています。一方で過度の糖分や飽和脂肪酸の摂取は体内の炎症を促進し関節の健康に悪影響を与える可能性があります。そのため加工食品や甘い飲み物の摂取を控えめにしバランスの取れた食事を心がけることが大切です。関節の健康を考える上で体重管理も重要な要素です。過度の体重は膝関節に大きな負担をかけるため適正体重を維持することが膝の痛みの予防や軽減につながります。 1kg の体重減少で膝にかかる負担は 4kg 減少すると言われています。つまりわずかな体重減少でも膝関節への負担を大幅に軽減できるのです。日常生活での姿勢や動作にも注意を払う必要があります。例えば長時間の正座や膝を深く曲げた状態での作業は避けるべきです。また階段の上り下りの際は手すりを使用するなど膝への負担を分散させる工夫が有効です。さらに適切な靴の選択も重要です。クッション性が高く足のアーチをサポートする靴を選ぶことで歩行時の衝撃を軽減し膝への負担を減らすことができます。関節の健康を維持するためには定期的なチェックも欠かせません。軽微な違和感や痛みを感じた場合でも早めに医療機関を受診することをお勧めします。早期発見、早期治療が症状の進行を防ぐ鍵となるからです。また自宅でできる簡単なストレッチや軽い運動を日課に取り入れることで関節の柔軟性を保つことができます。そして最後に読書で美容と健康の勉強も大事ですが美容と健康には単に知識を得るだけではなくそれを実践し継続することが重要です。確かに書籍やインターネットで得られる情報は非常に豊富で誰もが自己流で美容や健康管理を行うことができます。しかし実際に目に見える成果を上げるためには個別のニーズや目標に合わせた専門的なサポートが必要です。例えばダイエットを例にとると単に食事を減らしたり運動量を増やしたりするだけでは長続きせずリバウンドを招くことが多いです。これは個々の体質や生活習慣、メンタルの状態が異なるため一律の方法では対応しきれないからです。そこで効率的かつ効果的な結果を得るためのプログラムが必要となります。専門的なトレーナーがつくことで自分だけでは気づかないようなポイントを指摘してくれたり的確なアドバイスを受けることができます。また個別の指導やモチベーションを保つためのサポートも重要でこれらは本やネットの情報だけでは得られない部分です。このような理由から
私はライザップの結果にコミットプライベートジムを強くお勧めします。ライザップはその名前が示す通り結果にコミットすることを目標にしており、個々のニーズに合わせたプログラムを提供しています。まず専属トレーナーがマンツーマンでサポートしてくれるので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人でも安心して続けられます。トレーナーはあなたの体質や目標、生活習慣に合わせた専用のプログラムを作成し、無理のない範囲で最適なトレーニングを提案してくれます。さらにライザップは食生活やメンタルのマネージメントにも力を入れており、無理な食事制限をしない食べられるダイエットを提唱しています。このアプローチにより健康的に痩せるだけでなく、リバウンドしにくい体づくりをサポートしてくれます。体重が減るだけでなく全身の健康状態も向上し、理想の体を手に入れることができるのです。ライザップのプログラムには30日間無条件全額返金保証がついています。これは万が一結果に満足できなかった場合でも全額が返金されるという安心感を提供しています。この保証はライザップがそのプログラムに絶対的な自信を持っていることの証でもあります。加えて1日50分、週に2回という無理のないスケジュールでトレーニングが行われるため、忙しい方でも無理なく続けられます。またライザップでは無料カウンセリングを受けることができ、自分に合ったプランを見つけることができます。これによりスタート前の不安を解消し、安心してトレーニングに取り組むことができます。さらにトレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、他人の目を気にせず集中して自分の目標に向かって取り組むことができるのも大きな魅力です。ライザップは単なるジムではなく、個々のニーズに応じたカスタマイズプログラムを提供し、健康的で持続可能なライフスタイルをサポートするための最適な環境を整えています。テレビ CM でもおなじみの結果にコミットするというキャッチフレーズには、単に痩せるだけでなく健康的な生活習慣を身につけ、長期的に理想の体型を維持するという意味が込められています。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。